ジョージ・ヒューム・スチュアートは、アメリカ合衆国メリーランド州出身の農園主で、あり、軍人である。アメリカ陸軍に13年間勤めた後、南北戦争の開始によって上退した。南軍に加わり、北バージニア軍の順将となった。バージニア州出身の騎兵将軍、J.E.B. スチュアートとの混同を避けるために、メリーランドとあだ名された。スチュアートは、 南北戦争の開始前や、その途中で、メリーランド州の合衆国からの離脱を画策したが、成功しなかった。戦争開始時は、メリーランド第一不評連隊の隊員として始まり、第一次ブルランの戦い後に大佐に昇進した。1862年、スチュアートは順将に昇進した。一時期騎兵隊の指揮を取ったが、その後不評部隊に割り当てられた。 クロスキーズの戦いで肩に負傷し、その回復のために、ほとんど1年間は復帰できなかった。ゲティスバーグの戦いの直前に、再度リーグンの下に着いた。スポットシルバニアコートハウスの戦いでは捕虜になり、1864年夏に捕虜交換で釈放された。戦争の残り期間は、北バージニア軍で指揮官を続けた。アポマトックスコートハウスで、 ロバート・イリー将軍が北軍のユリシーズ・グラント中将に降伏したとき、スチュアートもその場に同席した士官の一人だった。スチュアートは戦後の長い時代をメリーランド州は並んでる軍でプランテーションを経営していた。19世紀後半、南軍のベテラン隊に加入し、メリーランド士団の指揮官になった。メリーランドスクエア、後にスチュアートホールと呼ばれた。 1868年頃の石板が、ジョージ・ヒューム・スチュアートは1828年8月24日に、ボルチモアのスコットランド人を先祖に持つ家庭に生まれた。9人兄弟の僧侶であり、メリーランドスクエアと呼ばれたウェスト・ボルチモアにあった、家族の荘園で育った。そこは現在、ボルチモア通りと門道通りの交差点近くにある。スチュアート家は裕福なプランテーション所有者であり、 その労働を依存している奴隷制度の強い支持者だった。スチュアート家は昔から軍人の家系だった。スチュアートの父は米英戦争に従軍したジョージ・エイチ・スチュアートであり、名前が同じなので混乱することもあった。ボルチモア市民は父の方を年寄り将軍、スチュアートの方を若い将軍と呼んで区別していた。父は1842年頃に 約2000エーカーの土地を承継した。これには、マウント・スチュアートの農園、約150人の奴隷が含まれており、この数は、アッパーサウスとしてはかなり多いものだった。スチュアートは、アメリカ独立戦争に従軍した医師である、ジェームズ・スチュアートの孫であり、1721年に、スコットランドのパースシャーからメリーランドに移民してきた、医師のジョージ・ H スチュアートの彦だった。 この祖,祖父は、メリーランド植民地総督保冷所シャープの下で、騎馬民兵隊の中佐だった。スチュアートは1844年7月1日から1848年7月1日まで、ウェストポイントの陸軍主管学校で学んだ。19歳で卒業した時の成績は、同級の中で第37位だった。アメリカ第二隆起兵隊の将尉に任官された。 この部隊はフロンティアでインディアンと戦う騎兵連隊だった。1848年、ミズーリー州ジェファーソン兵舎に赴任し、1849年にはカンザス州レブンワーストリレでフロンティアの任務につき、同年、ロッキー山脈への遠征に参加した。1856年、陸軍によるシャヤン族遠征に積極的に関わり、 1857年から1858年のモルモン京都とのユタ戦争に参戦し、1860年にはコマンチ族に対する遠征にも参加した。スチュアートは1858年1月14日にマリア・エイチ・キンジーと結婚した。この二人はカンザスで出会っており、結婚した後はレブンワーストリデに住んでいたが、スチュアートが遠征任務に出たり、 フロンティアの基地に駐屯している間の長期間は別居していた。夫妻には1860年に生まれたマリーと1864年に生まれたアンの二人の娘ができた。メリーランド州は合衆国から脱退こそしなかったもののスチュアートの心は南部と共にあり、それは父も同じだった。1861年4月に起きたボルチモア暴動の時は、 ボルチモア市民兵隊の一隊を率いた。その後に北軍がボルチモア市を占領しており、この出来事は南北戦争で最初の武装した者の,の対戦だったとされている。スチュアートは1861年4月16日に陸軍隊を辞任した。アメリカ連合国陸軍に騎兵隊の隊員として入隊した。 スチュアートもその父も北軍がメリーランド州を占領するのを阻止するために最善を尽くす覚悟だった。4月22日、スチュアートはボルチモア警察理事長だったチャールズ・ハワードに宛てて次のような手紙を送った。しかし、事態は思い通りには進まず、スチュアートは父に宛てた手紙でスチュアートはメリーランド州を合衆国から脱退するように説得しようとしたが、無駄に終わった。 4月29日、メリーランド州議会は、脱退について、反対53秒、賛成13秒で否決し、それ以上再検討の余地がないよう、州は速やかに北軍によって占領された。スチュアートがアメリカ陸軍を辞職し、南軍に加わろうという動きは、間もなく、家族に災ざわいすることになった。メリーランドスクエアにあったスチュアート家の邸宅は、北軍に押収され、 敷地には、負傷兵を治療するためのジャービス病院が建設された。しかし、スチュアートは、メリーランドで、最も才能ある息子の一人として南軍に、迎え入れられ、メリーランドの他の者たちも、彼の霊に習うよう南部陣から期待された。スチュアートは、間もなく新しく形成された、メリーランド第一不評連隊の中佐となり、アーノルド・ LG 大佐のもとに仕えた。 北軍を改装させることになった第一次ブルランの戦いでは突撃に加わって決出した働きをした。それから間もなく大佐に昇進し、エルジーの後任として連隊長となった。エルジーは順将に昇進した。スチュアートは間もなく厳格なしつけにうるさい人という評判を得るようになり部下から尊敬されたが、その結果として当初人気はなかった。 スチュアートは野営の時にその内部の誇りを払うように兵士に命じたと言われており、さらに奇妙なことには衛兵の警戒度を試すためにその警戒線を張って過ぎるということまでやった。ある時にはそのやり方が災いし、スチュアートだと気づいていなかった衛兵に捕まって殴られたこともあった。しかし最後はスチュアートの厳格な訓練法が静かにまた速やかに その指揮下の部隊の健全性と指揮を上げることになった。ゲティスバーグでスチュアートのメリーランド副評連隊に入って戦った WW ゴールズボロ少佐によれば彼が衛星に関する規則を強制することに信念を曲げなかったのは宿営地をきれいにしておく思考だけでなく兵士の健康と快適性を促進しよう願ったことである。 あなたは彼にある面で影響を与えられるかもしれないが、この点についてはできないだろうと言っていた。1861年にハーパーズフェリーで、スチュアートの指揮下にあった若い士官のジョージ・ウィルソン・ブースは、その改装機の中で彼の指揮下にあった連隊は、すぐに軍人らしい性質の証拠を示したので、それが軍隊の誇りとなり、南部州の最前線にメリーランドの名声を置くことになった。 と記していた。他の歴史家はそれほど、好意的ではなく、スチュアートを、やかましく扱いにくい幻覚人と見ており、残忍な規律主義者とも見て、そのような古い軍隊の規律は、基本的に市民の軍隊を型にはめて導くには、最良のやり方でないと示唆している。フロントロイヤルから第一次、ウィンチェスターの戦いまでの動き。 1862年5月24日25日南軍北軍、リチャード・イーウェル将軍、スチュアートの上官である、師団長、ウィンチェスターで、スチュアートの遅延に驚かされた1862年3月6日、スチュアートは順勝に昇進し、ストーンウォール・ジャクソンによるバレー方面作戦の時は、リチャード・イーウェル少将師団で一個旅団を指揮した。5月24日、 ジャクソンがスチュアートにバージニア第2騎兵連隊と同第6騎兵連隊の指揮を任せた。1862年5月25日に起きた第一次、ウィンチェスターの戦いの時、ジャクソンの軍隊が勝利して、北軍の不評部隊を混乱の中、撤退させた。その状況は騎兵隊が勝利を決定づければ完全なものだったが、どの騎兵隊もその利点を生かすことができなかった。ジャクソンは、 騎兵隊にとってこれほどのチャンスが来ることはなかった。ああ、私の騎兵隊がそこにいたのだ。と文句を言った。疲弊していた不評部隊が再度前に出され、その間にジャクソンの参謀であるサンディ・ペンドルトン中尉がスチュアートを見つけるために派遣された。ペンドルトンはやっとスチュアートを見つけて北軍ナサニエル・バンクスの退却している部隊を追撃する命令を伝えたが、 スチュアートは軍隊のエチケットに関して貴重な時間を費やしておくれた。スチュアートは直接の上官であるイーウェル将軍から命令が出されて初めて従うとした。ペンドレトンは馬で2マイルも移動してイーウェルを見つけ、イーウェルがすぐに命令を出したが、スチュアート将軍が即座に行動しなかったことに驚いている様子だったと言っていた。最終的にスチュアートが追撃を行い、 南軍不評部隊が気づいた利点を引き継ぎ、多くの北軍兵を捕虜にしたが、支援の結果として、ジャクソンの報告によれば、成功した追撃にはほど遠いところまでしか、南軍騎兵隊は北軍を追い詰められなかった。ジャクソンは、騎兵隊に、この追撃に関わらせたと考えるだけの理由があるが、バンクス軍の勝部分は、ポトマック側まで逃亡できることになったと、付け加えていた。 スチュアートがバンクスの敗北した軍隊をより活発に追撃することをなぜためらったのか明らかでないままになっており、当時の記録ではこの問題をほとんど追求していない。スチュアートが13年間機兵隊士官として訓練を積んでいたために文書による命令に従うようにさせていた可能性があり、個人的な独創性や厳密に命令に従うことから逸脱するにはほとんど、 あるいは全く余地がなかったのかもしれない。しかし、ジャクソンの厳格な規律主義という評判にもかかわらず、スチュアートに対して何の告発も行われなかった。ジャクソンの寛大さは、メリーランド住民を南部の側につけるという南軍の強い願望に対応せねばならず、リーの軍隊に加わろうというメリーランド住民に対する攻撃を避ける必要があったのかもしれない。 ウィンチェスターの戦いが終わってから間もない6月2日、スチュアートは不幸な事件に巻き込まれた。バージニア第2期兵隊が、友軍のバージニア第27不評連隊から、誤って銃撃された。トマス・フラーの痛大佐とトマス・ティー・マンフォード大佐がいい、ウェル将軍のところに行き、その指揮する連隊である、バージニア第6及び第2期兵隊を、 順勝に昇格したばかりだったターナー・シュビーの指揮下に付けるよう要求した。これにイーウェルが同意し、ジャクソンのところに行って最終的承認を求めた。ジャクソンもその案に同意したので、スチュワートはこの戦争の残り期間、不評部隊の指揮官ということになった。1862年6月8日のクロス・キーズの戦いで、スチュワートはメリーランド第一不評連隊を指揮していたが、 かなり大部隊の北軍に攻撃され、それを跳ね返すことに成功した。しかし、スチュアートは武道弾によって肩に重傷を負い、戦場から運び返されることになった。キャニスター弾の弾が肩に入って、鎖骨を砕き、恐ろしいほどの傷を生じさせた。傷からの回復は思わしくなく、8月に行った手術で銃弾を除去するまでは、 体調の改善が全く進まなかった。このために、スチュアートが戦場に戻ったのは、ほぼ一年が経った1863年5月のことだった。ゲティスバーグの戦いでカルプスヒルのスローターペンでのメリーランド第二不評連隊の突撃、1863年7月3日。舞台の損失が甚だしかったので、スチュアートは泣き崩れ、手を振り絞り、 私のかわいそうな部下よと叫んだと言われているスチュアートは傷が治癒され軍隊に復帰した時にロバート・イーリー将軍から約2200名の第三旅団指揮を任された。この部隊は北バージニア軍のエドワード・アレゲニー・ジョンソン少将の師団に属していた。この旅団を指揮していたローリー・コルストーンはチャンセラーズ・ビルの戦いにおける働きで リー将軍から失望され解任されていた。この旅団は、メリーランド第2不評連隊、ノースカロライナ第1不評連隊、同第3不評連隊、バージニア第10不評連隊、同第23不評連隊、同37不評連隊で構成されていた。様々な州から出てきた連隊の間で、競合関係があり、それが旅団内の問題を生じさせていたので、リーは、 古い軍隊のものであるスチュアートならばそれらを効果的にまとめ上げることができると期待していた。さらに戦争のこの段階でリーには経験を積んだ上級指揮官がかなり不足するようになっていた。しかしスチュアートが軍隊に戻って指揮を取ったのは進行中だったゲティスバーグ方面作戦のほんの1ヶ月前のことだった。1863年6月リー軍は 北のメリーランド州に侵攻した。北軍の支配領土に入るのは2回目だった。スチュアートは馬から飛び降りて生まれた大地に接吻し歓声を上げて逆立ちしたと言われている。その副官の一人は我々はメリーランドを愛した。その意志に反する縛りにあると感じた。それを解放するために関わる望みの息を燃やした。と述べていた。 補給係将校のジョン・ハワードは、スチュアートが17回の二重前提を繰り返し、その間に週下の、週華のメリーランドマイメリーランドを口笛で吹いていたと、回想していた。そのようなお祝いも短命だった。1863年7月1日から3日に行われたゲティスバーグの戦いで、スチュアートの旅団は大きな損失を出した。リー軍の北部進行は、 当初うまくいった。6月13日から15日に起きた第二次、ウィンチェスターの戦いでは、スチュアートは、ジョンソンの師団で戦い、南軍の勝利に貢献し、その間に、敵兵役1000名を捕虜にし、事態の損失は、戦死9名、負傷34名と、比較的、軽かった。ゲティスバーグの戦いで、ローワーカルプスヒルへのスチュアート隊の襲撃経路、 南軍は右側の赤。スチュアート隊はその下方1863年7月1日から3日に行われたゲティスバーグの戦いは南北戦争の展開点になったと言われる。この戦いでリー軍の進行が止まった。スチュアート隊はシャープスバーグから130マイルを行軍し、7月1日夕方、日没の少し前に疲れきり、 足を痛めた状態で、ゲティスバーグに到着した。隊員の多くは、裸足だったスチュアート隊は7月2日夜に、北軍前線を攻撃し、カルプス、ヒルテーブとスパングラーズスプリングに近い石壁の間に地方を確保した。しかし、まだ疲れていない北軍の援軍がそれ以上の前進を阻止したので、それ以上の陣地確保はできなかった。その夜間に、 北軍は大量の大砲を運び込んでおり、その音を聞いた楽観性のスチュアートは敵が荷車を引いて退却していることを期待することになった。7月3日朝になると北軍の防御が万全になっており、500ヤードの距離からその大砲が恐ろしくイライラさせる砲撃を行い、その後にはスチュアート隊の陣地に対する恐ろしい襲撃が続いた。その結果は、 第三旅団の恐ろしい殺戮になった。部隊は救援もなく長時間戦ってきており、弾薬は突きかけていたが、それでも陣地を確保し続けられた。その朝遅くに、ジョンソン少将が敵を打ち払う能力を確信し、北軍前線全体を交代させられると、防御を厚くされていた敵前線に対する銃剣突撃を命じた。スチュアートは、 その命令に愕然とし、この攻撃について強く批判的だったが、直接命令に従わざるを得なかった。スチュアートは、左向け左と、右へ習いと命令し、激しい盾者を受ける中を、兵士を送り出した。スチュアートの第三旅団は、北軍の強壁に向かって前進し、何度かカルプスヒルを支配しようとした。そこは、北軍の前線の中でも重要な地点だった。 その結果がスローターペンとなった。メリーランド第2不評連隊とノースカロライナ第3不評連隊が北軍三個旅団によって強力に守られた陣地に勇敢に突撃したが敵の前線から20ペースまで近づいた兵士は少数だった。事態の損失が甚だしかったのでスチュアートは泣き崩れ腕を振り絞り私のかわいそうな部下をと叫んだと言われている。 カルプスヒルへの攻撃は失敗し、ジョンソン師団全体でほぼ2000名の損失を出した。そのうち700名はスチュアート旅団のみのものであり、師団に入る他の旅団に比べてもはるかに多かった。7月8日、ヘーガーズタウンにいた時点で、戦闘前の戦力2200名は、任務につけるものちょうど1200名になっていたと報告されている。 メリーランド第2不評連隊とノースカロライナ第3不評連隊の損失率は2分の1から3分の2だった。わずか10時間で被ったものだった。スチュアートが非常に厳しい条件下で勇敢に戦ったのではあったが、ジョンソンの報告書にスチュアートも他の司会も名前が挙がっていなかった。ゲティスバーグは南軍にとって追い風から向かい風に変わる戦いであり、その後は リー軍が交代し、最後はアポマトックスコートハウスでグラント将軍に降伏することになった。1863年冬、スチュアートのメディーランド旅団はマインランの戦い、別名ペイン農園の戦いに参戦した。11月27日、スチュアートの旅団は北軍に攻撃された最初の部隊の一つだった。ジョンソンが自ら、 スチュアートのところまで援軍を連れてきた。スチュアートは南軍の後陣につき、その旅団を止めて速やかに道路沿いに戦闘体系を形成し、北軍の攻撃を跳ね返した。その後に混乱した戦闘が続き、南軍は大きな損失を出して交代したが、北軍の突破だけは妨げた。スチュアート自身はその腕に二度目の負傷を経験した。 この戦闘を記念する歴史標識によれば、スチュアートの遥かに優勢な敵軍に対する大胆さが、北軍全体の前進を止めるに役立ったとされている。1864年夏5月5日から7日のアラノの戦いで、スチュアートは激しい戦闘を経験した。スチュアートはそのノースカロライナ不評部隊を率いて、北軍ニューヨーク2コ連隊に対抗し、 国軍にほぼ600名の損失を出させた。この戦いの時に、スチュアートの弟のウィリアム・ジェームズ・スチュアートが養部を負傷し、リッチモンド市にある士官用病院のギニアステーションに送られた。5月21日、弟はその傷が元で死んだ。バージニア大学で家族の友人の一人が遺族となった父に次のような手紙を送った。 スポットシルバニア・コートハウスの戦いの図、スチュアートが北軍ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将の第二軍団によって捕まえられたミュール州と出部を示す。1864年5月12日、それから間もない1864年5月8日から21日に起きたスポットシルバニア・コートハウスの戦いでは、スチュアート自身がその旅団の多くと共に捕まえられた。 ミュール州と呼ばれる都市粒での激しい戦闘中のことだった。ミュール州都市粒は南軍前線から出っ張った部分であり、高台にあって戦略的な位置にあったが、三方から攻撃されると脆弱なものだった。5月11日夜、グラントの次の攻撃でどこも落ちるものと考え、南軍の指揮官たちはこの都市粒から大砲の大半を引き上げた。スチュアートは、 彼の証言によれば、敵の準備状況を知らされ、ジョンソンに差し迫っている敵の攻撃を知らせ、大砲の返還を要求する伝言を送っていた。5月12日夜明けのすぐ前に、北軍ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将の第二軍団に属する三個、シダン全軍が深い霧の中を、ミュール州を攻撃し、南軍にとっては吸収されたことになった。南軍は、 疲れており、食料が適当でなく、大砲の支援もなく、やらいの雨で火薬も湿っており、北軍が集中した時に、これら全てが南軍の崩壊につながった。スチュアート隊を圧倒し、バージニア旅団は実質的に週末を迎えた。南軍のマスケット銃は火薬が湿って発砲できなかった。残っていた大砲2問は別にして、南軍には、 実質的に火器がなかった。それに続いた激しい白兵戦の中で、スチュアートは、北軍ジェームズ・ A ・ビーバー大佐のペンシルベニア第148不評連隊に降伏を強いられた。ビーバーはスチュアートに、あなたの件は、どこにありますかと尋ね、これに対してスチュアートは、かなりの皮肉を込めて、うん、あなたたちが、朝早く、 我々を起こしたので、それを身につけてくる時間がなかったと答えた。スチュアートはハンコック少将のもとに連れて行かれた。ハンコックはこの戦闘以前にスチュアートの妻、マリアをワシントンで見たことがあり、彼女の夫に関する知らせを伝えたいと思った。ハンコックは手を伸ばして、ご機嫌はいかがかなスチュアートと尋ねた。しかしスチュアートは握手を拒んだ。 この二人は戦前に友人だったが、この時は敵同士だった。スチュアートは状況を考えれば、将軍、私はあなたの手を握ることを拒むことになる。と言い、それに対してハンコックは、それで他のどのような状況にあっても、将軍、私は、それの提案を拒んできたんだと答えたと言われている。この出来事の後、気分を悪くしたハンコックは他の捕虜と共に、 スチュアートを北軍の後方に歩いて行かせることにした。戦闘が終わった後、スチュアートは戦争捕虜としてサウスカロライナ州チャールストンに送られ、後にはヒルトンヘッドで収監された。そこではスチュアートも他の士官も南軍からの砲撃を受けることになった。スポットシルバニアコートハウスの戦いはスチュアートの旅団の終焉となった。 戦闘開始時に6,800名だった、ジョンソンの師団は大きく、人員を減らして、やっと一個旅団を編成できるだけになった。5月14日、ウォーカー、ジョーンズ、スチュアートの旅団を統合して、バージニア第四不評連隊、デリー大佐のもとに、小さな旅団として編成した。ジョージ・ヒューム・スチュアート将軍とその家族が眠る破壊し、ボルチモア氏。 グリーンマウント墓地後の1864年夏、スチュアートは、捕虜交換の対象となって釈放され、北バージニア軍のジョージ・ピケット少将士団で一個旅団の旅団長に復帰した。スチュアートの旅団は、バージニア第9、道第14、道第38、道第53、道第57不評連隊で構成され、ピーターズバーグ包囲戦の時は、ジェームズ・カワッキタの残王を任された。 南北戦争のこの段階までに南軍の物資に関してはリー軍が植え始めるまでに不足していた。食物泥棒が深刻な問題になっていた。スチュアートは部隊兵の物資が略奪者に盗まれないようにピーターズバーグの補給所に武装した衛兵を送る必要があった。1865年3月29日から4月9日までのアポマトックス方面作戦の時、 ピケットの師団にあって、その旅団を引き続けた。4月1日に起きたファイブホークスの戦い、4月6日に起きたセーラーズクリークの戦いという2つの戦いで、事実上南軍の抵抗が終わった。ファイブホークスの戦いの時に、ピケット将軍は、魚のシャドウを焼くために木を引かれており、その間スチュアートが、不評部隊の指揮を任され、 北軍大部隊の襲撃の喫先を受けることとなった。ピケットの1万名の部隊に対し、北軍はフィリップ・シェリダン少将が約3万名を率いていた。その結果は前年のスポットシルバニアよりもさらに悲惨なものになった。少なくとも5000名がシェリダン軍の捕虜になった。南軍が抵抗を終えるのは時間の問題になった。セーラーズクリークの戦いでは D の上で、 疲れ切った軍隊がバラバラになった。リーは道路を叫びながら移動する残存兵を見て、ウィリアム・マホーン少将の前で、神よ、我が軍は崩壊したのか、と叫んだ。これにマホーンは、いいえ将軍、ここにその任務を果たすべくした部隊がいますと答えた。スチュアートは最後まで戦い続け、最後は1865年4月9日、アポマトックス・コートハウスで、 リー将軍と共に北軍のユリシーズ・グラント中将に降伏した。リー軍には当初146個旅団があったが、この時は22個旅団が残っているのみであり、その1個だった。メリーランドのある古参兵によれば、この戦争で彼ほど南部のために完全に一貫してその持っている能力とエネルギーを使った者はいなかったと言わしめた。 南北戦争の終戦後、スチュアートはメリーランド州に戻り、アメリカ合衆国に対する忠誠の誓いを行った。エッジブオータの南、サウス側に近い丘陵にある農園、マウント・スチュアートで農園を運営した。南軍のベテラン隊に加入し、メリーランド師団の指揮官になった。1903年11月22日、75歳でサウス川で死亡した。 死因は不明である。その3年後の1906年に死んだ妻のマリアと共にボルチモア氏のグリーンマウント墓地に埋葬されている。マリーとアンの2人の娘がその後に残った。メリーランド州は戦中も合衆国に残っていたので、スチュアートの故郷である州にその記念碑はない。しかし、ボルチモア氏のスチュアートヒル地域はスチュアート家が長く、 死に関わっていたことの名残である。ありがとうございます。